薩摩川内警察署によりますと12日午前11時ごろ薩摩川内市城上町で枯れ草の火が建物に燃え移りそうだと通行人から消防に通報がありました火はおよそ1時間後に消し止められましたがこの火事で会社員松下浩二さん 60が所有する空き家の敷地内にある木造平屋の納屋など合わせて3棟が全焼しました。当時現場に人はおらずけが人はいませんでした。警察と消防が火事の原因を調べています。ビデオをご覧いただきありがとうございます。次のビデオでさらに多くのニュースを更新していきます。 ビデオを気に入ってチャンネルに登録して私たちをサポートしてください。